皆様こんばんは。遺体管理人の面影クラブへようこそ。当番組は株式会社面影の遺体管理人である私、加用佳林が死後にできるこんなことやあんなこと、知っておけば得しかしない情報、雑学などを沖縄県の先祖崇拝の死生観をもとに分かりやすくお伝えする日本初のご遺体感覚ラジオです。毎月第1週目はお墓といったら三国、三国株式会社の代表取締役栗生みどりさんをお招きいたしまして、私をサポートしていただきます。第2週目は沖縄の葬儀会社さんをいろんな視点から見てきた遺体管理人の私、加用佳林が、故人様を思うご遺族の気持ちを大切にしてくれる心ある葬儀担当者さんをご紹介いたします。第3週と4週は多職種連携を葬儀までという合言葉をもとに、沖縄県の医療介護を担う気になる方々をゲストにお招きしてお話を伺います。それでは本日も最後までお付き合いください。なお、この番組では皆様からの疑問・質問・ご意見・ご感想を大募集しております。すべての連絡先は株式会社面影のホームページ内問い合わせフォームからお願いいたします。遺体管理人の面影クラブ、この番組は株式会社面影の提供でお届けいたします。はい、改めまして皆様こんばんは。遺体管理人の加用佳林です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今週のアシスタントは在宅介護5年生広島のともみさんです。実は今日少し喉の調子が悪くて、ところどころお聞き苦しい点があるかもしれないんですけれども、ちょっと喉は整ってないんですが、顔は整ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、ということでね、今日は、はい、オープニングも私がちょっと代わりにさせていただきました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今画面越しにちょっと YouTube で、ね、映像が見られると思うんですが、動かないともみさんと動きまくる私が映っております。そうかそうか、私はそうですね、静止画の状態なんです、ね、静止画の、はい。はい、まあ、ということで、私本日が初めましてということでですね、はい、はい、ちょっと自己紹介をさせていただきましょうか。はい、自己紹介ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは私も改めましてということで、FM 那覇を、そしてこの面影クラブをお聞きの皆様、はじめまして。この度ですね、広島あたりから、まあ、電話でこうして番組をサポートさせていただきます。在宅介護5年生の重田智美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、まあですね、ざっくりなんですが、まあ、私にはですね、まあ、肩書きというほどちょっと重いものでもないんですけども、現在3つその肩書きがありまして、はい、まず軸となっているのが、ご紹介のキャッチフレーズにも入っておりますが、在宅介護要介護3のですね、うん、現在94歳の祖母の在宅介護をしております。はい、そしてですね、広島を中心に活動しておりますが、イベントや講演会などの司会業が2つ目、そして最後に、まあ、日本の古き良きマナーですとか習わしをですね、次世代につないでいきたいという思いから、しつけサポーターということでの活動も隙間時間に行っております。はい、しつけサポーターそうですね。あ、で、ごめんなさい、3つって言ったんですけど、もう1つありました。広島のですね、はい、被爆証言の朗読を今ぼちぼちなんですがさせていただいております。まあ、これはですね、昨年ロシアによるですね、ウクライナ侵攻で、まあ、新たな核戦争がですね、かなり身近になってきたこの脅威を感じたことで、改めて、
日本にとっては年が明けましたので、まあ、78年前ということになりますでしょうか、はい、被爆での悲惨な思いを証言してくださった皆様の、書物等をですね、朗読させていただくという活動をしております。ということで、まあ、ざっくり以上です。はい、ありがとうございます。すごくこの3つということでざっくりお話ししてくださったんですけどもやはり沖縄県も唯一の地上戦があったところでございますから、はい、すごく私どもも興味はあるかなと思います。戦争ということに関してはですね、うん、で夏ぐらいにはちょっとゲストの方にそういった、はい、戦争のことを伝える活動をしている方々をお招きしたいと思っておりますので、その際はぜひ、ね、少し専門的なお話も聞けたらなと思っておりますので、うん、いや、そういった意味ではやっぱり沖縄も日本にとっては特別な、うん、もちろん地でもありますし、はい、広島もね、戦争においては忘れてはならない経験をした地ということでのつながりをすごくご縁を深く感じます。そうですね、で、はい、大変頼りにしておりますから、まあ、ということでですね、はい、よろしくお願いいたします自己紹介からはねこのあたりなんですが、いや、私が気になっているのはですね、はい、先週、まあ、この番組が初放送だったわけじゃないですかそうです、そうです、はい、その後、まあ、1週間経つわけですが、はい、反響などどうでした？そうです、まず現地の反響、ご遺族の反響を率直にお伝えすると、こういうラジオをやってますっていうことで、やはり沖縄県の方々はラジオリスナーさんがすごい多いんですね。なので、うんうんうん、非常に評価が高いんですよ。え、そうなんですかっていうことで聞きますって皆さんおっしゃってくださるので、その際に、はい、ラジオの別名詞みたいなのがあるので、まあ、こちらで聞いてみてくださいねって、土日にの8時半からとか書いてある名詞があるのでお渡しすると、うんうんうん、まあ、もしラジオ用の名刺ですか？そうそうそう、これはなんかSNS のファンの方が作ってくださって送ってくださったんですね非常に素晴らしい、ありがたい、うん、でそちらをまずですね、皆様に、あ、待ってよ、今持ってるかな、ちょっとねお見せしたいぐらいなんですけど。そうですね、はい、わざわざカリンさんは映ってるんですよね。あ、そうです、そうです、私は動いてないですけどちょっとYouTube で見てみてくださいね。ちょっと今見せてるので映像で、はい、なかなか見えづらいですが、まあ、なんせちょっとシュールな感じで作ってくださって、これをお渡ししてるんですね。で、そうすると、うんうんうん、まあ、ラジオのラジオは聞いてないですよ、普段聞かないですよっていう方も YouTube でも FM 那覇さん で、はい、で再生リストから面影クラブというのがあるので、そこから見れますって申し上げると、うん、見ます見ます、 YouTube は見てるんでって皆様ほとんどの方が答えてくださるんですが、はい、こういうね、はい、ですがなんですね私今まあ、映像とか SNS では多くこの狐みたいな猫みたいな仮面かぶって活動してるんですけど、うん、実際現場 で、ね、はい、これかぶってないんですよ一切なるほど、そういう変な人じゃない。私たちのイメージで言ったら、もうカリンさん、カヨカリンは仮面の女っていうものがね、はい、そうですね、ツイッターそうではないということですね。もう全くないですね。あと、そういうキャラでもないんですね、私。そういうキャラじゃないんですね。まあ、どういうキャラかというと、うん、こういう、なんて仮面をかぶりそうな人じゃないんですよ。結構、真面目にやってますから。でも、このラジオにおいては、まあもう、仮面をかぶっていこうという方向性で。まあそうですね、大丈夫でしょう。ラジオも、あと、まあ、全国的に出るものはすべてもう沖縄の新聞以外は仮面でいこうと思っているので、フォーラムとか、はい、セミナーとかも全国規模、うんうん、オンラインとかになるともう仮面で出させてほしいということを打診するぐらい仮面でしてるんですね。OK 出たところあります？今度実は2月の4日で、はい、医療の在宅推進フォーラムっていうのがあるんですけど、おそらくこれ私仮面で出たいって最初言ったんですね、無料だったので。ちょっとお金を取るところは、はい、仮面だとなんかバカにしてるみたいな感じなのであれですけど、無料だったらいいんじゃないかっていう、何かよくわからない、なんか強気な気持ちがあるので、まあまあ、あったんですね。そうそうなんですけど、まあ、ただちょっと本格的になりそうなので多分仮面は外して上半分隠してるか下半分隠してるか、ね、だけですから、だからまあ
したもしかしたら仮面を外してマスクで登場するか、まあまあこれは置いといたとしてもそうなんです。なぜあの現地の現場の沖縄県の方々は仮面の私を想像できないのでイコールだと思ってくれるかどうか。そこのギャップがあるわけですね。そうですね。あと結構元気にあの活動してるものですから、こういうなんかあのシュールには話してないというか。なるほど。じゃあそのテンション的なところもちょっとギャップがありながらさらに仮面のカリンさんというところにもまだちょっと馴染まれてない、ね、現地の方々っていう感じでしょうか。おそらくそうですね、そうだと思いますが、まあこれあの、YouTuber のラファエルさんっていう方がいらっしゃったんですね、まあ、今もいらっしゃると思うんですけど、もう最初から最後まで、仮面で活動されてると思うんですが、まあ、ああいうブランディングを想像して私もやってたんですけど、やっぱり現場では仮面をかぶることがないので、そうするとそうですよね、はい、なんか二面性があるみたいになっちゃって、仮面かぶってる私と仮面じゃない私あの全くないんですけども、まあ、そういうふうな、ちょっと仮面てんみたいな感じの、 あの会話がいつも現場ではされておりますが、まあ、それもちょっと明るく交わしてます。なるほど、まあ、そこはこれからこの番組続いていくわけですから、はい、あのね、県内の方々には、うん、まあ、ご遺族の方々にはその仮面ありかりんさんに慣れていっていただくという方向で。そうですね、あの、はい、まあ、第1回目で慣れていってもらいましょう。そうなんです、あのお話ししてなかったんですけど、まあ、なんで仮面かぶってるかっていうと、あの顔で、はい、なんていうかな、あの私たちの業界ってすごく顔が実は重視されているんですね、うん、あのそれも一つの話題性になっちゃうので。なるほど、はい、ちょっと気になるところではありますが、ここで一旦 CM を挟んで、うんうん、その詳細は後半お伺いしてもよろしいですか。お願いいたします。はい、じゃあここで一旦 CM です。それでは後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、あのちょっとその仮面をね、かぶるカリンさん、仮面をかぶってないカリンさん、その深いところが気になるわけですけれども、はい、事情といいますか、あるんですね、その業界で。あります、まあ、個人的なあの単なる思い込みではあると思うんですけれども、非常にそういうふうに、なんていうかな、顔が重視されてしまうんですが、ただ我々は私職人だと思ってるんですね、一つ、そうすると、いや、まさにそうですね、はい、あの、はい、グリーフケアといって家族さんのケアをするのは、まあ、もちろん当たり前なんですけれども、例えば家族さんのケアが素晴らしいという中には、個人様のお顔を家族さんの希望通りに仕上げないといけないという技術が発生すると思うんですね、はい、どんなにいい言葉を家族さんにかけていても、技術が伴ってなければそれはケアとはならないわけじゃないですか。優しい人ではあると思うんですけれども、なのでそこら辺を、ね、考えると、まあ、顔面なんかどうでもいいなと思って、例えば私が仮に猫で現れたとして、まあ、狐かもしれないんですけど、まあ、仮にですよ、仮面で現れたとしても、まあ、非常にあの見た目は悪いんですが、完璧に今こなすわけにもないかもしれないですよ、見た目が悪いんで。ただ技術さえあれば、正直ご遺族方はケアっていうのは葬儀会社さんがしてくださったりとか、お坊さんとか、あとはご親族でお友達でっていうケアをする方っていうのは様々いらっしゃるので、まあ適材適所ですよね。私たちの役目は、あのその一番、第一はご希望、希望を叶えること、そのこういう顔にしてほしいというご家族の希望を形として、それを仕上げることが、もう1にも2にも3でも4でも5でもなく、もうゼロですよ、ゼロ。もうすべてそこにかかってるっていうことですよね。そう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 です、そうです。それができてこそ何かが生きることなので、
っていうことで、まあ、そこまでやっぱりしっかり考えてっていう、ね、活動もそこまで深くよりご遺族に寄り添われてっていう感覚はやっぱりカリンさんならではじゃないかなと感じますけどね。そうですね、まあ、現場で顔こう仮面かぶってなくて、なんでメディアとかではかぶってるかっていうと、メディアの皆さんは県外の方なんですよ、はいはい、100% ほとんどがですね、うん、そうすると皆さんは私のこと何も知らないんですよ、結局は。現場のそうやってることも分からず、おそらく私が県外に行かない限りは、そこで の技術も見ることはなく、そうすると情報が全部顔に行ってしまうので、まあ、顔面のことでいろいろ知らない人に言われたくないですよねっていう。まあただね、カリンさんね、もう県内の方は十分ご存知だと思うんですけども、まあ、いやいや大変綺麗でいらっしゃるので、でもそれで送っていただくっていう入り口もなしではないかなとも思うんですけど、まあでも仮面でっていうそのインパクト、強烈なインパクトにはちょっとかなわないかもしれないですね。ありがたく仮面でやってると何がいいかっていうと、オカルト民の方が、はい、くっついてきてくださるので非常にありがたいですね。そっちのファンの方もありがたいことありがたいありがたい、もう大変嬉しいです。オカルト民は愛すべきオカルト民だと思ってるので。ということは、まあ、今は県内の方の反響ご意見というか、ね、うん、ご感想でしたけど、そのオカルト民ですか、はい、オカルトのジャンルの方々からも何か感想、ご感想というか、そうですね、ありました、はい、ツイッターのフォロワーが増えました、オカルト民の。もう大好き、オカルトの人たち面白いんで。医療介護の方々は別の意味で、特に医療の方は、まあ、科学的根拠ないとこんな仮面じゃ多分立ち会ってくれないですよ。医療の方のフォロワーさんを増やすのはちょっと難しいんですね。仮面ではちょっとやっていけないなので、まあ、一緒に何か現場を経験したとか、うん、そうですね、あとリアルな部分が必要だったりですかね。ツイッター私頑張ってるんですけど、ツイートするにあたって、はいはい、そのなんていうかな、うん、都市伝説みたいじゃないことを言わないと医療の方は評価してくれませんし、介護の方は、はい、私ちょっと周りに介護の方々があんまりいらっしゃらないので、正直ツイッターで初めて介護の方とお知り合いになったぐらいあんまりいなかったんですけど、はい、介護の方は半分半分でも結構信じてくれるんですね。それに科学的根拠があろうがなかろうが信じてくれる優しい方々だと思うんですけど、オカルトの人たちは根拠がなくても信じてくれるっていう、むしろちょっと怖い方が信じてくれるっていう、何も頭を使わずにこうスッとオカルトの方々は聞いてくださりますね。大好きな、それですね、本当範囲が広いというか、うんうんうん、ジャンルをね、そうですね、聞いてくださる、うん、じゃあ、今県内の方、オカルトの方、それ以外、まあ、この番組といいますか、はい、FM 那覇の放送の番組はインターネットとかね、いろんな手段で聞いていただくことできますけども、はい、県外とかですねの方とかは何かお声ありました？うん、県外の方、いやいや、もうそんなにまだまだ1回目であるというのと、全然認知があるわけじゃないので、うん、以前松原タニシさんっていう事故物件芸人さんが、はい、いらして、そうですそうです、この方が何度か取り上げてくださったので、松原タニシさんファンの方でしたら、この沖縄の遺体管理人っていうことで引っ張ってくれたので、はい、だいぶもう本当に他力本願ですよね。いやいやいや、はい、私でもそれはね、うん、カリンさんだから紹介しようってこう思えるところはやっぱりカリンさんの得じゃないですか。うん、そうなんですかね。多分タニシさんと共通してたのは、幽霊が見えなかったっていうところで共鳴しました。あ、私も見えますね。そう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 、見える人はちょっと怖いじゃないですか、ちょっと怖い、本当、はい、すごいと思って、はい、そう、でもいらっしゃるんだろうなっていうのはやっぱり、はい、広島っていう地域に、そうですよね、絡んでる経験もあって、うんうん、私が以前勤務してたところが被爆建物だったので、はい、まあ、実際に感じられる方に比べたらもう全然
感じたことはないんですけども、いらっしゃって当然っていう気持ちで、あの、うん、働かせてはもらってたっていう状況ではありますけどね。そうですよね。うんうん、ね、実際にちょっと見える方、興味はありますけどちょっと怖いですよね、やっぱり。うん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 、私たち の、 あの仕事では一切いないですよ。あ、そうなんですか。うん、長らくしてる人で真面目に見えるっていう方は周りにはいないですね。どっちかというとやっぱりあのね、ちょっと多い、割合として多いのかななんてこう、うん、素人考えに思ってしまってましたけど、うん、そうじゃないんですね。そうですね、あの科学的に説明できない何かっていうことが、うん、例えばあるんだとしたならば、私は、あのご遺体が頑張ってる姿っていうのを説明できない何かみたいな感じで、うん、あの思っちゃいますよね。やっぱり5日間6日間ね、その家族さんの隣にいないといけない中で、もう腐らずに頑張ってるみたいな、うん、あの何かそういう気持ちというのを個人様から感じるっていうことはなんかありますが、それが何かあの、霊現象として出てきてるかというとそうでもないし、うーん、あ、まあね、あの第1回で話しまくった愛情があるんですよね、きっとそこにと思いながら、うん、はい、うん、いや、そうだと思います。そうですね。じゃないとですね、あの、私拝見しましたけど、うん、カリンさんのお仕事の映像ですよね、技術の、うんうん、はい、もうできないと思うんですよ。もう本当、うん、あの話をですね、伺い聞き始めたらもう時間が全く足らないので、それまたあの個別にするのももったいないので、いつかのタイミングでね伺えたらいいなとも思うんですけども、素人が見てもう本当に涙が出てきました、感動で。そうですね、私あのやしてるのは私なんですが、あれを多分後から見たときに、もう一度同じことしろって言ったらできないかもっていう、誰あ、うん、なんかなかなかいい感じじゃんっていう、なんていうかよくわからない一生懸命してるんでしょうね。あのカニさんのお仕事の内容にしても、まあ内地っていうんですかね、はい、沖縄外の人間からすると、うん、もう感覚すらないわけですよ、うん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 、修復してもらおうっていう、はい、そのメイクぐらいはあってもですね、うんうん、その例えばご病気だったり事故に遭われたりとか、そういうちょっと事情があってのご遺体のお顔つきとかですよね、もうそれはどちらかというともう諦めるしかない、その姿を受け入れるしかないっていう感覚の方が当たり前というか、うんうんうん、強い感覚だと思うんですよね。だからそれをお願いしたら、まあ、はい、カリンさんだからっていう部分あると思うんですけどね、うんうんうん、ね、こう修復して、しかもそれをずっと管理していただけるっていうことがですね、本当に衝撃でした、うん、あの私あの 絵の模写がうまいので、ただそれだけでじゃないですかね、はい、といつも思ってます。あのそうそう、ご遺体のその写真を、個人様が一番勢いがある時代の写真をもう目に焼き付けるんですね。それをお顔の隣に置いて、同じ顔を今目の前にある個人様に写してるだけなんですよ。そのやり方がいろいろあって、やり方を独自で見出したのでできちゃえるだけで、はい、うん、ただ根本的に言うと美術が得意な人、多分この仕事に向いてると思いますね。ただそれだけ、ね、平面的に、うん、あの描いていくわけではなくて、立体的に構築していかないといけないわけですから。そう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 、あの、うん、あのだからこそ右から左から上から下から見ながらやってます。360度ですね。そう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 、あと、うん、なので動画で動くご本人を見させていただきながらしてます、うん、家族さんに。動画もあるとよりイメージが、うん、そうですよね、湧きやすい。もう最後の最後で、あのもっとお伺いしたいことをたくさんみたいなことになっちゃいましたけれども、残念ながらですね、お時間が近づいてきております。カリンさん、ありがとうございます。はい、いや、あっという間でしたけれども、うん、また今日のねこの放送を聞いてくださった方がいろいろご感想ねくださると嬉しいですね。とても楽しくお話ができました。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございますここでもう一度ですね、あの皆様にご案内です。この番組、
ではですね、皆様からの、カリンさんに対する、疑問質問ももちろん、大歓迎でございます。ご意見ご感想を大募集しております。すべての連絡先はですね、株式会社おもかげのホームページ内にあります問い合わせフォームからお願いいたします。これは検索は、おもかげかよかりんでしたっけ。はい、沖縄おもかげで出ます。沖縄おもかげですね、はいはい、検索ワードは沖縄おもかげでよろしくお願いいたします。はい、カリンさん喉の調子がね、本調子じゃない中でありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今日もお時間となりました。遺体管理人のおもかげクラブ、お相手は株式会社おもかげ遺体管理人ことかよかりん、アシスタントは、はいはい、在宅介護5年生広島の重田智美でした。また来週この時間にお会いしましょう。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。